回から株式会社ジャクソンさんにお世話になることが決定しました。応援してくださっている皆様のおかげです。それではそれを踏まえてここからの動画をご覧ください。はい、こんにちは。こんにちは。この度はね、はい、ジャクソンの釣りガールとして就任おめでとうございます。ありがとうございます。ジャクソンで何したいんですか？釣りガールとして有名になりたいんです。厳しいですよ。はい、大丈夫なんですか？本当に大丈夫です。わかりました。じゃあミッションをね、つばきさんに与えますんで。ミッション、毎回手紙を送ります。そのミッションがクリアできたらいい仕事をね、つばきさんにやってもらいたいと思いますので、頑張ってください。はい、クリアできるように頑張ります。早速ミッション届きました。いや、緊張しますね。それではオープンしたいと思います。じゃん。75センチ以上のシーバス釣れたらルアー合衆国プラスに出演、以上ということでした。ルアー合衆国プラスか、確か三重県テレビに放送されてるやつだったんですよね。なんかすごいプロの人とかめっちゃ出てたと思うんですよね。私見たことあるかな。ちょっと調べてみますね。あ、やっぱりユプロとか。うわー、めっちゃ出たい。んで、何でしたっけ ?75 センチ以上か。75センチ以上のシーバスか。シーバス釣り、初心者の私にとっては結構きついですね。この前のボート釣りで、確か一番最高が60センチいってなかったと思う。頑張るしかないですね。ということで、このミッションを達成するためにジャクソンさんから、プレゼントが届きました。竿とルアーです。で、じゃあ1個目から見ていきたいと思います。1個目は鉄板バイブ。これはどんな時でもレンジを変えて使えるので本当に鉄板ですよね。鉄ならではの強い波動を利用してやる気のないシーバスでもリアクションで食わしたいですね。そして鉄板ロング、鉄板バイブのロングバージョンです。サイズが11センチとちょうど今の時期このくらいのベイトを追いかけているシーバスも多いはず。釣れそうです。そしてクワイエットビーツ、これもバイブレーションですが、ボディがワームのようなソフトボディでできています。このプルプルな尻尾がとても美味しそうですね。そして昔から釣れる定番のアスリートミノー、これはスリムバージョンで重めですが遠くへ飛ばせてシンキングなので下目の層を攻められて良さそうです。最後はスプーンコンプリート貝、スプーンとメタル軸をいいとこ取りしたルアーだそうです。タタ巻きではゆっくり巻いてもアピール力が強くて、ホールでは木の葉のようにひらひら安定して沈むそうです。うん、早く使ってみてどのくらいのホールスピードなのか、巻いた感じはどうなのか知りたいですね。はい、こんな感じで以上5種類のルアーでシーバス狙っていきたいと思います。それでは次は竿に行きたいと思います。竿はですね、オーシャンゲートです。わー、かっこいいなー。オールラウンドモデル、対象魚はシーバス、ヒラメ、マゴチ、タチウオということで、シーバスの他にもヒラメとかマゴチとかタチウオも狙えるよーっていう感じですね。で、ラインは P0.6 から1.5号まで OK。ルアーのウェイトは30g。で、9フィート1インチ。ということは、2メートル、3メートルよりちょっと短いくらいですかね。すごい扱いやすそう。あ、で、富士のガイドも搭載しているので、多分ガイドは丈夫ですごいすり抜けやすいんじゃないですかね。よし、では早速開けてみたいと思います。じゃあ2ピースですね。
うん、軽いですね。めっちゃ軽い。そしてめっちゃ扱いやすそう。ヒップがね、すごいプリプリしてる。うん、柔らかい。いい。この辺もね、つまみもあんまり気にならないしね。うん、ちゃんと釣れたらこの辺からもちゃんと曲がってくれそうです。しっかりしてるし、すごい。なんかうちの手にはフィットしますね。このレベルは、うん、握りやすい。これを相棒に、これからいっぱいシーバスを、75センチのシーバスをミッション達成のために頑張りたいと思います。それでは絶対ミッション成功するぞ。ミッション75センチ以上のシーバス釣れたらルアー合衆国プラスに出演、スタートです。皆様コメントにてアドバイスなど募集していますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。